ワンロマとは日本において一般路線バスの車両の中で高速バス及び貸切バスとの兼用を考慮して一般路線バス用の車体、車台を使用した上で上質な座席を設置するなどの設置仕様となっている車両である。この名称はワンマンドマンスカーの略称またはワンマンドマンスシート車の略称とされる。事業者によって貸切兼用車や 高速兼用車などと呼ばれる。路線、貸切兼用車の車内通常の座席であるが、補助席が設置されているワンドマ車は高速路線、貸切バスと路線バスの双方に兼用できるようにした車両を言う。ワンドマは、当時の京王帝都電鉄の兼用車に対する車内故障が起源とされており、他社にも存在する同様の車両に対して、趣味車がワンドマと呼び出した俗称である。 語源は、ワンマンとロマンスシートを複合させたものである。なお、ワンロマが正式な車内故障として使用されていたのは、京王帝都電鉄と富士急行の高速兼用車のみであるが、他にも、旧国鉄バスではワンロマ様の車両を、半貸し切り使用車と呼んだ例や、北海道中央バスでは、郊外専用の中扉付けロマンスシート車を、中ロマと呼んでいる例がある。 国際工業バスでは、バスロケーションシステムを携帯端末より利用した際、当該車種が充当されている場合には、ノンステップなどの車種を表示する欄に、ワンドマと表示される。路線バスと貸切バスの仕様が大きく異なる事業者において、双方の中間的な仕様の車両に対して呼ばれる。共通の仕様としては、以下のような点が挙げられる。したがって2箇所以上の扉を持ち、 ハイバックシートであっても、これを標準装備とする事業者の車両については故障の対象外となる。例えば、淡路交通が所有する路線バスは全車が蒸気のほぼ全ての条件を満たすが、これが標準装備となっているため、ワンドマと呼ばれることはない。これは、この故障の発祥の地である関東地方においては、蒸気仕様の車両を標準で投入した事業者は、 皆務であったためである。故に、主に、関東地方南部の事業者が保有する車両に限定して適用される傾向にある。逆に、地方都市の事業者で同様の事例が存在しても、ワンロマとは故障しないことが多い。例えば、大分バスでは、日野の路線車の一部に、蒸気の使用で申請されたものが存在して、一般路線車との使用差も大きいが、ワンロマとは呼ばれていない。 また京都警販バスではアンロマ車とは別に、ハイワックシート装備の路線、貸切兼用車両がかつて配置されていたが、これもワンロマとはしていない。バス雑誌のバスジャパンハンドブックシリーズでもワンロマ仕様という用語が使用されていることがあるが、これも関東地区の事業者において使用されている。競技のワンロマで記した共通の使用を全て満たしているわけではないが、路線バス、 貸切バス内し高速バスの兼用車をはじめとして、座席定員を多く確保した仕様など、通常の路線バス車両とは異なる仕様にしている、車両についてワンドマと呼ばれることがある。極端なケースでは、観光バススタイルの正面になっていても、ワンドマと呼ぶケースもある。現在では、京王邸と電鉄バスで使用されていたワンドマ車が他社へ譲渡された際に、 元ワンロマ車として扱われ、その地方で類似仕様の車両をワンロマ仕様と呼ぶケースもあるようである。この場合でも貸切車からの格下車は対象外とされているケースが多い。東部バスイーストのワンロマ車西東京バスのワンロマ車いずれの車両も路線バスとしての使用時には着席時にはかなり快適であるが、逆に立席スペースが少なく、吊り革なども少ないことから、 混雑する路線向きではない。中途半端な面はあるものの、近年はバス乗客が減少しているため、ある程度の混雑であれば対応可能になってきていることから、サービスアップと車両運用の効率化が同時に図れるために導入されている。また、貸切の経年者や高速バス、空港リムジン使用者を使用することが多かった深夜。 急行バスも近年の大体ではこのタイプの車両が新車投入されている。これはバリアフリー法対応のためワンステップ車とし、中扉付近を折りたたみ席として車椅子スペースを設置することを主な目的としている。その弊害で座席定員が減少しており、トイレなしの貸切車や高速車なら補助席込みで55人または60人まで乗車できたのに対し、 ワンステップのワンロマでは補助席込みで45から48人程度に抑えられている。関東地方では、後日の東急バスを皮切りに関東バス、国際工業バス、千葉グリーンバス、東部バス、部バス西部バスの各社で導入されている。2007年6月には、京王バス東に京王グループとして4代目となるワンロマ社が登場し、2009年には、 同グループの西東京バスに復活、新設された深夜急行バスに路線のうちの1路線にも導入された。東部バスでは、現在のところ深夜急行専用だが、東急バスでは一般路線及び、新横浜駅溝の口駅線や後藤育英会等の契約貸し切りに、国際工業、京王バス東、千葉グリーンバスでは一般路線、関東バスでは 途中無停車の高34や、急行便の101への運用もある。また、相鉄バスでも深夜急行用に、路線車足、路線ボディの車両を導入しているが、こちらは、2ステップのトップドアであり、これとは別に、一般路線車両をベースにロマンスシートを装備し、一般路線の運用でも使用される、ワンステップ車も在籍している。その他、千葉海浜交通ではンとビラ、 千葉内陸バスでは前後扉の一般路線車にハイバックシートを取り付け貸切対応に改造した車両が存在する。千葉海浜交通では貸切専用車として使用されていたが新造の中型貸切車で代替された模様である。また千葉内陸バスでは稼働率は少ないものの一般路線でも使用される。秋田市交通局では1980年に初めて路線。 貸切兼用車を導入した。導入理由としては、貸切車が不足し、小学校の遠足などに路線車が運用されていたが、普段市営バスを通学で利用している小学生から、いつもと同じ色合い屋だとの苦情を受けたことがきっかけである。当初の設備は、シート数増大と線抜き等であった。その後も、1985年1992年に導入されたが、 土色は1980年1985年車についてはシエバスの貸し切りカラーで1992年にはデザイナーカラーで導入された。後年の秋田市の交通事業移管に伴う車両運用で1992年式車は秋田中央交通に譲渡されデザイナーカラーは消滅した。これに再初塗り替えられた。 新常磐交通北営業所所属当時の路線、貸切兼用車常磐交通自動車では、北営業所管内は換算路線が多く、契約貸切による送迎輸送も行うことから、所属車両は貸切車を転用した上で使用されていたが、老朽化したこともあり、1992年から貸切共通のトップドア大型、 中型車を新車として導入し、その後いわき中央営業所にも導入された。車内はリクライニングシートを装備し、カラーは貸切車と共通だった。いわき中央営業所所属車は企業を送迎専用車として現在も運行されているが、北営業所所属車は2011年に発生した福島第一原子力発電所事故に伴って全車両とも動向不明となっている。 また常磐交通自動車当時の自社発注車のうち1990年代頃までの大型一般路線車には補助席やマイクジャックの装備が標準的に実施されている。実際にこれを活かして小口の貸切輸送に利用されることもある。東京急行電鉄バスでは1986年より近距離の貸切用とも考慮したハイワックシート装備の車両を ロマンス車として導入した。1987年導入の車両では、長尺の貸切マスクの車体にリクライニングシートを装備、本格的な貸切運用も考慮した車両となっていた。これは、k 応の3代目、ワンロマとほぼ同様の装備となる。これらの車両は、通常の路線バスや休日の貸切バス仕業のほか 深夜急行バスにも使用されていたが、すでに廃車となって、函館バス、草軽交通等に移籍している。その後、深夜急行用車両は、路線車足の観光ボディトップドア車が投入されたが、その後は路線ボディの全中比ワンステップ車に戻っている。これらの車両は、ヒリクライニングのハイバックシートになったが、主な用途が深夜急行と昼間の契約化し切りである。ため、 過剰な設備を排したと言える。しかしながら、深夜休校として使用した場合の居住性の悪さは、どうともしがたいため、最新の装備車では、リクライニングシートに戻っている。外観は、金色のラインが配されていることが特徴である。また、東山電営業所には、銀色の車体に緑色をまとい、車体側面に、東急バスハイウェイライナーのロゴを入れた。 通勤高速バス用のワンロマ車も配置されている。2008年から2015年までは、新羽根営業所に、イケア広北電園長笛期間のシャトルバス用に、塗装を、青一式に、イケアのロゴを入れて改装されたワンロマ車も存在した。総鉄バスには、トップドアの深夜急行バス用の車両と、一般路線車両をベースとして、座席を二人掛けロマンスシートとし、 中扉を引き戸にした車両が在籍している。前車は横浜駅西口海老名駅間の深夜急行バスと契約輸送で主に使用され、塗装も独自のものになっているが、後車は一般路線でも使用されており、アイボリーチにグリーンとライトグリーンのラインを用いたスリートーンに赤帯を入れて区別している。西武バスでは路線車の内装を ハイバックシートにした貸し切兼用車が在籍している。部内では乗り合い用途以外にも対応するという意味で用途会社と呼称している。室内はシートベルト付け二人掛けハイバックシートで網棚も設置されるほか、関東では珍しいロールカーテンも装備している。外観上は他社とほとんど変わらないが、いくつかの相違点がある。中扉はすべて引き戸になっている。また、 リアウィンドウ上部のバックカメラも標準装備である。以前の車両には全面走下中央に札座種が設置されていて、23区に日料金区間運転及び貸し切り使用時はレオマークが掲示されることがあった。2ステップ車時代から一定数が在籍しているが、バリアフリー方式後後は1ステップ車で新造され、中扉付近は2人掛け折りたたみ席としている。 座席数の多さや設備の良さから経年者はグループの西部観光バスをはじめ地方の事業者に転出した例も多い。川越観光バスの路線、貸切兼用車東武鉄道グループの川越観光バスには2008年導入の車両にシートベルト付け二人掛けの貸切兼用車が一台増備された。外見は通常の路線車と同様で全中非使用である。 川越観光バスでは本来中型車を中心に導入しており、大型車は混雑の激しい一部の路線専用として導入されてきた経過があったが、この車両は二人がけシートのため、詰め込みが効かないことから、同車の他大型車よりロングボディの車両となっている。また、中型車にも同様の仕様のものが存在している。国際工業バスの路線、貸切兼用車、特装車の うちや味交通から移籍したもの。同社は現在岩手県交通に移籍深夜、急行専用車国際工業バスには、特装車と称する貸切兼用車が在籍する。2006年に導入した、ワンステップ車は、特装兼用車で、優先席も含めて、全校シートになり、補助席も装備されているが、国際工業バス標準塗装となっている。窓は、路線車と異なり、 逆 T 字窓ではない全否禁式になっている。またこの他に、イスズエルガの一般路線用ワンステップバスノンステップバスを改造した特装専用車がある。これは、車内の料金箱、整理券発行機を撤去しただけの改造にとどまり、座席には手が加えられていない。この特装専用車は、約50台あり、池袋駅椿山荘、シャトルバス。 通勤バス J リーグの観客輸送、公営競技の観客輸送等で使用されている。また特装車の中でも得意なものとして、2004年に淡路交通から移籍した車両があった。この車両は塗装こそ国際工業のものに改められたが、車内は淡路交通時代のままの二人がけシートが並び、同社で運賃表示に使用していたテレビも残されるなど、 内装にはほとんど手が加えられず、運賃箱や整理券発行機も設置されなかった。同社は7台在籍し、6500番台の番号を与えられて、特装専用車として使われ、2011年に除籍されて、岩手県交通に5台、周北バスに2台がそれぞれ移籍している。また、これに先立って2003年3月にも、淡路交通から反応営業所に1台が、 移籍している。同社は8501の車番を与えられ、当初路線バスとしての運行に必要な機材を搭載して一般路線で運用されていたが、その後これらの機材を撤去してスクールバスに転用され2009年に除籍、州北バスへ移籍した。2005年には深夜急行バス用に L ガワンステップが導入され、その後深夜急行バス専用車は大体の際に、 同様の車両を高速バス、貸切車と同様のカラーリングで採用している。なお、1997年から2002年まで運行されていたボンネットバス、サワラビ号も貸切用途を考慮して、リクライニングシートを装備していた。京浜急行バスの路線、貸切兼用車京浜急行電鉄では、路線バスの一部の車両については、セパレートシート、補助席を設置し、 路線、貸切兼用車として導入している。京浜急行バスでは、比較的早い時期から、ワンステップバスを導入しているが、兼用車については、汎用性を重視したため、1996年まで、全車標準床車での導入だった。現時点では1999年が、最終増備外観は、貸切色と同じ。このほか羽田空港兼用車も存在するが、 そちらについては、路線、高速兼用車の項を参照。神奈川中央交通では、1997年から1998年にかけて路線バス車体ではあるものの、最後部座席を除いて、リクライニングシート、補助席を装備した路線、貸切兼用車が導入された。このうち四十台は二千三年までスヌーピーがデザインされたスヌーピーバスとして運行され、 特に沿線の幼稚園児の遠足の際には、貸切車として徴用され好評を博した。それ以外にも、通称、ブルーイエローバスと呼ばれる、夜行高速バスと同一色に塗られたバスが存在し、一部車両には、ビデオデッキも設置されている。通常同期は、一般路線の運用に入ることが多いが、営業所によっては契約輸送に使用しているケースも、ある。 また、一部車両では深夜急行バスの予備車としても使われた。これ以外にも、1992年導入の大型路線車には、通常の路線バス座席に補助席を設置した仕様の車両が存在したが、2006年に全廃となった。この補助席付け車両は、全中飛間の数とがかり座席に補助席を設置したもので、これを展開すると、全席二人掛けとなる仕組みであり、 貸切使用時に活躍した。前輪のタイヤハウス部分には、補助席の他に折りたたみ式の足置き台を装備し、高い位置に設置された補助席でも足を置けるように工夫されていた。元、スヌーピーバスを含めた1997、98年式車は2009年から廃車が始まり、一部は、東北バス、JR、北海道バス、北海道中央バス等で、 第二の活躍をしている。富士急行では観光路線仕様の一部を路線貸切兼用車として登録していた。内装は観光路線仕様とほぼ同一ながら正面が観光バスタイプの前面になっているのが特徴であり全営業所に導入された。なお富士急行では高速路線兼用車が別に存在し、車内ではそちらが ワンロマ車と呼ばれていたため、こちらは、車内では、乗り合いデラックスと呼ばれていた。高速、路線兼用車の登場前は、中央高速バスの応援に使用されることもあった。2002年頃に全廃されている。エンジンも、高出力仕様であった。なお、学南鉄道でも、ほぼ同一仕様の路線、貸切兼用車が一台在籍したが、バス事業廃止とともに、 富士急静岡バスに移籍。こちらでは、通常の路線バスとして登録されている。静岡鉄道では、1981年に導入の車両のうち、KMP118K の3台と、KMP518N の2台を、リクライニングシート装備で導入した。前車は、富士重工 3E ボディのメトロ窓の前後折りと車であったが、リクライニング角度は浅く、最後部は、 リクライニングできなかった。主に中部国道線で使用されたが、灰皿も設置されており貸切兼用車としての使用を念頭に置いた車両であった。後者は三菱ボディで観光マスクであった。メトロ窓前後折り戸で、車内は貸切車と同様のリクライニングシートが並び最後部もリクライニング可能であった。主に中部国道線などの長距離路線に使用された。 2001年までに全廃された。演習鉄道では、1976年より路線、貸切兼用車を導入した。車内では、乗貸試兼用車と呼ばれたこれらの車両は、全席2列のハイバックシートオーディオ装置を装備した、ほか、当時の路線車としてはまだ導入例の少なかった、冷暖房を装備していた。外観上は、この当時の演習鉄道の路線車と同じでメトロ窓、 中扉2枚折りドであったが、フロントグリル,ルは貸切車と同様のものを装備し、異彩を放っていた。また、荷物棚が最前列から最後尾まであり、各席に灰皿と天井2箇所に換気扇、運転席上側に、禁煙と冷房中の電光表示板が装備されていたのもこの車両の特徴である。エンジンは路線車のものと同じであった。 ゾ備末期の車両は座席シートが標準の赤式から赤と黄色を基調にした縦縞のものに変えられた。乗菓試験用車も路線車と同じく日野自動車製、伊須津自動車製、三菱不走製が存在した。メーカー別の特徴としては、伊須津車は冷房の吹き出し口ダクト部分にき目の化粧パネルが装備されていた。また三菱不走車は貸切車と同様に 天井部分にラジオ受信用のアンテナが装備されていた。通称ブルドックの乗賀試験用車も存在した。なお、路線車で外観が乗賀試験用車と同様の車両も存在した。イスズ社はこの仕様の車両でも冷房の吹き出し口ダクト部分にキメの化粧パネルが装備されていた。乗賀試験用車は平日は路線車と同じく通常の路線で使用され、 日曜日等の休日は主に部活動の試合や大会の時に学生が学校と試合、大会会場間の移動時に使用されたり、シャトルバスとして使用されたりと、比較的近場の移動で使用されることが多かった。貸し切時は方向幕は円習鉄道になっていた。1980年まで乗賀試験用車の増備が続いたが、1993年までに全車廃車となっている。 名古屋市交通局の路線、貸切兼用車名古屋市営バスでは、経年車や機関バスから、隠した車の内装を専用モケットのハイバックシートにしたものを、貸切車として登録していた。名古屋市交通局では、車番の頭文字をメーカーで分けているが、貸切車として登録された車両はメーカーに関わらず、C となっていた。外観上は、他車とほとんど変わらず、 貸切り仕業以外に臨時増発備にや予備車としても使用されていた。また貸切改造された車は他の同年代車に比べて廃車されるのが遅いという特徴があった。だが全廃後は ABS 搭載の一般車に内装はそのままでシートベルトだけを搭載させて対応している。全車両他車両と同様に運行についている。局番はシートはなっていない。 京阪バスでは過去に京都定期観光バスと一般路線との共通で使用可能な車両を配置していたが1990年代後半に導入が廃止され現在は存在していないロマンスシートを採用していた主に大阪地区に配置され平日は一般路線で運用されていた行楽シーズンに楽南営業所に貸し出され 定期観光バスの続行便などで運用されていた。シーズンオフには一般路線や貸切にも運用された。これらはシャバンの頭文字が B になっていた。なお、2014年現在では山品営業所に上記のアンロマに近い仕様のトップドア車両を2台導入しているものの、この車両は主に山品急行で使用され、またその前運用の山品2 3英5ケロ。 以外の一般路線には基本的に運用しないことと京都定期観光バスへの運用を前提としていないことから同社ではワンロマとは称していない高槻市営バスにもワンロマが複数存在するかつては93年式の日の UHT3 熊が芝生営業所に所属していたほか現在もワンステップ車の一部に 前タイヤハウス部の床を上げて二人掛け座席を設置し、全席にシートベルトを設置した車両が複数存在している。なお外観では通常の路線車となんだ変わりないので区別はつかない。こちらは例外的な一例であり、利用客の多い近距離のシャトルバスやコミュニティバスにおいてワンドマ車両を採用していた。現在ではいずれもノンステップバスに置き換えられたが、質の高い設備は 依然維持されている。この他に、系列の南海ウィングバス、金岡所属の車両も含め、一部に貸し切り兼用のハイバックシートとシートベルトを採用した車両が存在する。また、深夜急行バスにおいても、専用の車両が配置されていた。一部の深夜急行バスは高速バス用の車両が用いられているが、この他に貸し切り兼用車と同じく、 ハイバックシートを備えた高速対応車も配備されており、堺南高線でも同様の車両が用いられている。これらの車両のうち2000年まで運転された初代堺南高線時代には専用のラッピングをあしらった車両を導入していたが、路線休止により深夜急行バスや貸切車にコンバートされ、この車両が後の貸切兼用車、 深夜急行用車に代替される形となった経緯がある。2011年にルートと停留所変更により復活した路線では当初高速バス使用者のみが利用されたが、初代車両同様にシートベルトとハイバックシートを採用した特別使用者に半数以上が置き換えられている。和歌山バスでも和歌山市駅和歌山駅間で和歌山シャトルが運転されていたが、 こちらは老朽化で順次一般路線の車両に置き換わっている。ハイバックシートと補助席新規バスでは、三宮駅発着の路線で新神戸トンネルを経由する都市間バスに使われていた。全車ハイバックシートにシートベルトを装備する高出力車で高速道路での運用にも対応している。MS6 系をベースにした仙台湾ロマ車の内装は、木目町の壁紙に、 縦ストライプ入りの緑の座席、白い天井、パイプを使った荷物棚、アルマイトサッシを剥き出しにするなど、半球特急車6300系に似ていた。1991年から1996年に導入されたエアロスターベースの車両33台は、エアロバスに似た外観で、日焼け対策で壁紙が濃い木目調になり、カーテンは横引きとなった。 1997年から2000年の3台はニューエアロスターにフロントガラスをオプション1枚窓とした外観になっている。最近までは三宮から三田方面の特急、恵比寿、三木方面の快速、西脇方面の急行で高速バス型の車両を保管するような形で使われていた。さらに姫路方面でも姫路駅から山陽自動車道、 ハリマ自動車道を経由しハリマ科学公園都市とを結ぶ路線にアイオイ営業所所属者が使われていた。また、三田営業所には補助席を装備した高速バスカラーの同系車が在籍しており、途中中国自動車道を通る南北大線で使われている。この車両は三田三宮の特急38系統で使われることもある。さらにそのま運用にて、 一般路線のフラワータウン線で使われる。三木営業所所属の車両は、静神中央駅、明石駅発着の一般路線で使われていることが多かった。一時、車両番号が、加古川営業所所属になり、加古川、土山駅明石駅間の一般路線を中心に、加古川営業所管内路線で使われていた。加古川営業所所属後、三木営業所所属に転属した。 車内仕様が一般路線車と基本的に共通なことから、経年や自動車ノックス PM 法の影響で路線車に格下げ、廃車も進んでおり、二千十八年二月現在、三田営業所の一台のみとなる。しかし、二千十八年三月三日から二十一日の土日祝に三往復のさよなら運転を実施し、同月二十四日二十五日に四モール、神戸北で、 開催予定のバスフェスタに展示し、運用を終了した長崎バスの急行用車両。2000年導入者長崎バスでは、1982年に10台、1984年に7台が貸切兼用車として導入された。これらの車両はハイバックシート、補助椅子を装備しており、1984年式の車両の一部は後年熊本バスに移籍して、 運行を続けた。また、1980年、1983年、1984年、2000年には、急行用車両が導入され、長崎佐世保、長崎オランダ村、大瀬戸線などで使用されていたが、これらの急行用路線は2001年限りで、すべて廃止され、現在急行用車両は、他の一般路線車と同じ運用についている。那覇交通の路線。 貸切兼用車の派交通では、郊外線用の車両について路線、貸切兼用車として導入した。外観上は、貸切バスにかなり近いものの、フロントガラス内側に大型方向膜を装備している。もともと郊外線の車両は、トップドアであったため、貸切バスにワンマン運行用の機器を付加したような位置づけであった。沖縄本島の路線バス事業者では、 高速バス車両として各社に似たような仕様の車両を導入しているが、那覇交通では貸切兼用という位置づけでの導入であったことが特徴。現在は貸切バス仕業に入ることはなく、もっぱら高速バス車両として使用されている。低山湖南交通や鹿児島交通、近鉄バス、呉市交通局など一部事業者にも導入されている。平日は、 路線バスの需要が多いため路線バスとして使用し、休日は高速バスの需要が多くなるために、車両の有効活用の方法として考案された仕様である。貸し切りバスは、必ずしも高速道路を走行するとは限らない。ことから考えても、全く異なる走行条件の車両を兼用させた、例は少なく、ワンドマ車の中でも特殊な部類に位置づけられる。 次期波動の大きい中央高速バス富士五個線を運行する京王帝都電鉄富士急行で数時に分けて導入していたが1 0 0トルを超える距離を走る高速バスと路線バスの兼用としてまとまった台数を導入した例は他にはほとんどない京王帝都電鉄富士急行のワンロマ車については中央高速バス高速路線兼用車ワンロマに衝突されているため ここではそれ以外の導入例について述べる。深夜急行バス向けに5台、調布営業所に配置されている。京浜急行バスの路線、高速兼用車京浜急行電鉄では、横浜駅羽田空港線に使用される車両の一部車両を、全中比の路線バス車体で増備した。ハイバックシートを装備し、一般路線にも使用できる仕様となっている。導入当初は、 横浜駅羽田空港線専用だったが、現在は一般路線での運用がメインとなっている。1996年以降は増備されていない。大森に配置された車両は、大井町からお台場など首都高速湾岸線を経由する路線を主な活躍の場としているが、専用図書区ではなく、汎用図書区の車両が使用されることも多くなってきている。 なお右の写真と同型の車はすでに廃車となっている。補助席付きのファム用と色車は、図用、鎌倉地区でも運行されていた。なお、外観上ほぼ同一仕様で、羽田京急バス、東京営業所に配置された車両は、川崎駅羽田空港線や鎌田駅、羽田空港線などで使用されていた。こちらは車内に荷物置き場を設置し、 空港路線に特化した仕様となっていることから、このカテゴリーには含まれない。なおこちらも現在はすでに廃車済み。川崎鶴見臨港バスでは、浮島、小島地区と、東大喜島地区横浜駅を結ぶ高速路線と、川崎駅浮島橋を結ぶ一般路線用に、全中比、ワンステップの路線バス車体で導入、運用していた。車種は、イスズエルガで、塗装は、 現行の高速、リムジン路線車や貸切車と同じく白色地に赤色、青色の楕円型が入り、リンコのロゴが付く。座席は二人掛けハイバックシートが並ぶが、公式側の中扉に隣接する座席は一人掛けの折りたたみ座席となっており、車椅子乗車時に車椅子スペースとなるほか、この部分の三つりカーが設置されている。当初は、 浜川崎営業所の配置であったが、2011年に担当路線が新名町営業所に換されたため、現在は全車両が新名町営業所に配置されている。当初は前日の通り東、大木島、浮島方面に使用されていたが、現在では川崎浮島橋線に転属している。一般路線にも使用されるものの、他の一般路線車とは、 運用が完全に分離されており、浮島橋発着路線には必ずワンロマ、使用者並びに高速対応一般路線車が、充当されている。深夜急行バス向けに、音型営業所に配置されている。静鉄ジャストラインの路線、高速兼用車静岡鉄道では、特急静岡お前崎線の予備車として、三菱エアロスター前後扉の車両の一部を、 路線貸し切り兼用車として1995年に導入した。先に新規バスで導入されたものと同型車であるが、後ろ扉は引き戸ではなく折り戸となっているのが特徴である。この後ろ折り戸はエアロスター標準仕様のため、フラッシュサーフェイス化されている前、折り戸とは異なり、車体側面と段差が生じている。 競輪輸送にも使用されるなど、高速道路を経由する機会も多いため、車内はシートベルト付けハイバックシートが並ぶ。浜岡に4台が配置され、普段は一般車と共通運用になっている。遠州鉄道では、浜松静岡の高速バス路線車両として、1984年に路線、高速兼用車を1台導入した。これは、日野の観光バスシャーシに、 富士重工の五 E 型車体を仮装したもので、高速バスの足回りを持った路線車という点で、慶応、富士急行とは逆の組み合わせの仕様であった。標準床ということで、高速車両としては物足りない設備であったことから、数年で高速車としては使用されなくなった。また、高速車ということで、座席定員確保を考えたために、中扉は2枚折り戸となっていたが、 すでに四枚寄り戸が標準となっていた、遠州鉄道路線車の中では使いづらいものとなり、1995年に廃車された。なお、浜松静岡の高速バス路線についても、1994年3月31日、限りで廃止となっている。名鉄バスの路線、高速兼用車、名鉄バスでは、名古屋長島温泉線の予備車として、2005年に導入した。 ワンステップバス1台を転属配置している。これは道路線を担当する津島営業所には専用車両が5台しか配置されていないことから、脱却時や車両故障時などの代走用として用意しているものである。しかしながら、ワンステップの路線バスである上、脱却時には他の営業所から高速用車両での応援もあるため、同社が高速道路を走行することは稀である。 普段は、一般路線の予備車や貸切輸送、教習車などに使われている。その他、各営業所に数台 ETC とシートベルト付きの、一般、高速兼用車が配置されている。例としては、豊田営業所のブルーリボンにがある。繁忙期の空港続行便などで高速を走行する、ことがある。三重交通の B 特急車三重交通では、高速バス車両を、A 特急車、 トップドア路線バス車を B 特急車と車内で故障しており、B 特急車は主にスクールバスなどの契約輸送や名古屋市内の路線バス、観光路線などで使われている。三重交通の名古屋市内の路線バスはすべてクワナ、営業所の担当で名古屋クワナ間の路線バスで車両が送り込まれるが、運用の都合によっては B 特急車が東名阪経由の高速バスで、 クワナから名古屋へ車両が送り込まれる場合もある。なお B 特急車は、使用者主規制や、バリアフリー法の影響で、廃車やクワナからの転出が進み、三重交通の名古屋市内の路線バスは高速バスの、前の A 特急車や一般路線車で運転されるケースが増え、B 特急車が高速バスとして走るケースは少数となっている。大鉄道では、 大津立名館専用として2008年に購入した。道路線はもともと他の兼用車で運行されていたが、専用車を投入したもの。同社直近の兼用車と比較して補助席付けの着席重視仕様となり、それに伴い窓が T 字窓に変更されている。また、この車両に関しては専用車となってはいるものの、運用がないときは一般路線にも入る。 京都京阪バスでは、京阪宇治バス時代の2008年4月1日運行開始の立命館大学船向けに、日野自動車製ブリューリボン2を2台導入している。大学開校日の平日と土曜日は、道路線で使用することから椅子を多くしているが、ハイバックシートではなく路線バスタイプの両側2人掛けである。また外観は、窓が横引きの開閉式メトロ窓となっている以外は、 一般路線バス車両と大差がない。このため蒸気の演習鉄道の車両のケースと類似したもの、つまり講義のワンロマとなっている。2008年3月より臨時シャトルバス、現地物語シャトルバスで先行使用を開始し、その後一般路線バスでの先行使用を経て立命館大学線での運行を開始した。運行日は蒸気の短距離直通バスを中心に、 休日や平日、土曜日の運休日は、貸し切りや一般路線で使用される。また、運行日であっても運行終了前後や、予備車が、貸し切りや一般路線で使用される場合もある。ワンロマでは2009年現在では少数派である、ワンステップバスである。なお2008年9月に、側面非公式側運転席倉庫及び、入り口窓ガラスに京阪グループロゴを貼り付けた。また、 同年9月14日開催のスルッと関西バス祭りにワンドマ社としては初めて同イベントに展示を行った。2009年4月1日改正で共同運行の京阪京都交通に合わせたグレードのバス車両導入に伴いダイヤ上その車両が運用できない便や転用車のダイソー程度しか運用されなくなったが2010年のダイヤ改正で 朝ラッシュ時8時台の京阪中止島発が各社2台仕様の続行ダイヤになった関係から再び頻繁に走行するようになった。2台とも大阪不流入車規制の適合車となっているため貸し切り運用時には大阪府下で乗降を取り扱うことが可能である。ABCDE バスライフ第4巻笠サ出版社2016年76ページ加藤義和 バスで旅を作る。P141 ただし、同社から後に国際工業バスに移籍した車両は国際工業バスではワンドマとして扱われていた。ただし富士急行も関東に営業エリアを展開しているが、ここでの関東地方には含めない。吉祥寺からお台場直行バス、関東バス導入された車両のうち1台が自己廃車になってからは大体として 大梅街道を営業所より、日の、セレガを転籍させて運行している。ABC バスラマインターナショナルナ、no. ンバーワン 48P372015 年2月25日、発行ポルト出版 ISBN978 から4から899801481、バスラマインターナショナルナ、no. ンバーワン 48P82 から842015年2月25日、 発行ポルト出版 ISBN978 から4から899801481運賃表示機だけは設置されていたが、配線がされていないため運賃表示ができなかった。ありがとうございます。